さあ準々決勝第1試合が始まりました。早いですよ。いきなり飛び込んできたのはルスラン・カラエフ。あのスピードではルスランの速いですけど、いいカウントありましたね今、はい、いやこれはどこから出てくるか。赤が左右、どっちが当たる、どっちが先に当たる、右右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 右、どっちが先に当たるか。ルスラン・カラエフは今ダメージがないというようなアピールはしましたが、早くも出血をしています。いやしかし一茂さん、ものすごい立ち上がりのね、この数十秒もうやっぱりお互いにスピード持ってるんで、もうそのペースとかって別に気にする必要もないのは、まあスタミナも両方持ってるんでね、1ラウンドやろうが10ラウンドやろうが、まあ喧嘩だみたいな気持ちでやってるっていうのはひしひしと伝わりますよね。ただね、あの前回と戦った時に大きく違うのは、バダアリの体格が全然違うんですよ。確かにね、10キロ多いんですよね今。105.2キロだね今回。ルスランは変わらないんですよそんなに。だパワーはまだ右だ、左飛び込んでいく、バタハリが一気にいくか、いくか、バタハリ強し、あっという間、あっという間、ゴールデンボーイバタハリ、今回のグランプリは俺のグランプリだ。